て。ご用件は？大月は元気か？ステーキを食べたいそうです。シャトーブリアン。ご注文を受けたま。よっしゃ、はあ、ようござんすか。入ります。さあ、あったあった。さあ、あったあった。さあ、ちょうがたないか、ちょうがたないか。あったあった。しろ、次だ次。カイトさん、コマが揃いました。よし来い、来いよ。勝負。よし来た来た。ミゾロの超やっと波が戻ってきやがった。やりましたね、カシラ。どんどん行くぞ。ほら、おい、お前らどこ立ってんだ。まだ、どけ。久しぶりですね、頭。見つけるのに苦労しましたよ。くそ、行け。行くぞ、ターボ。Yeah!
終わりですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら。首の金庫から盗まれた1億な。あれはあんたの差し金だったんだろ。まんまとはめてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。全部で何人殺させた？奨励会のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドテック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえっつってんだろうが。話せ、カイト。ぶっ殺すぞ。おとなしくターボーの話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたら動かしてる黒幕は軌道だな。違うのか。なんで返事しねえんだ。話す気がねえなら息の根止めてやろうか。カイトさん。軌道じゃないのか。新谷は創薬センターに電話をした時、木戸じゃなくてショーノを呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手はショーノだ。ハシキも殺される直前までショーノから情報を聞き出そうとしてた。黒幕はショーノか。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。キス、誰か火つけたな。頭、カイトさん。手下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。